タバタのお話もしましょうかね。種類がハシビロコウって言います。最近メディアとかにも、ね、出たりするのでね、知ってる方もいらっしゃるかなと思います。名前がフタバです。フタバって名前ね、このいかつい顔に似合わないくらいなかなか可愛い名前なんですけど、お客様がね、実際投票で決めてくれました。で、名前の由来がこの羽です。これです。で、これがね、最初やだやだねで、この羽が最初ね、あの葉っぱみたいに2つに分かれてたんですね。なんでフタバってね、つけてもらったんですけど、フタバちゃんね、最近ちょっとね、髪型がちょこちょこ変わるんですね。こうまとまってたり、バラバラだったり、流してたりするのでね、人がバラバラでね、今もう15本ぐらいありますね。結構ね、最近葉っぱが増えてきましたね。実はこの羽はね、フタバだけの特徴ではなくて、ハシビロコウは全般的にこういう寝癖みたいな羽を持ってますね。結構ね、個体によってもこの羽の形とかね、大きさが違うのでね、そこでこう見比べてもらうのもね、面白いかなと思います。結構僕ね、今がっつり触ってるんですけど、慣れてるね、あのスタッフでしたら、これで触ってもらっても、そんなに嫌がらないです。たまに嫌がったりね、噛みついたりはするんですけど、フタバもね、結構力の辺分かってるみたいでね、こっちを怪我させるぐらいの力では噛まないですね。甘噛み程度でね、さっきはこう遊んでるのかなぐらいで思ってます。結構ね、柔らかめにね、噛んでくれてます。じゃあ皆さんね、フタバの目見えますか？目見てもらうと、ね、黄色いのがね、お分かりいただけるかなと思います。実はこの黄色いのはね、他の動物園のハシビロコウとかだと、目が青白っぽくなってる子もいるんですね。これなんで違うかっていうと、結構男の子女の子かなって言われちゃう時もあるんですけど、実はそこではなくて、年齢による違いだと言われてます。で、目が黄色いとまだ若いんですね。年を取ってくると目が青白っぽくなってくるって言われてます。で、日本でもね、ハシビロコウ飼育がされてて、今十数はいるかな、それぐらいいるんですけど、その中でもね、フタバちゃん結構若めの子なのでね、他の動物園で見てもらうとみんな目青いんですね。皆さん今スマートフォン持ってると思うんで、よかったら後でね、画像検索ハシビロコウでしてもらうと目の色全然違うんです。青い子がいたら大体他の動物園で、黄色い子はね、フタバちゃん、大体フタバちゃんかなと思います。動物園ね、日本の動物園の中でも比較的若い年齢の子です。じゃあ何歳なのって言われるとね、フタバ実は年齢が不詳なんですね。スタッフもちょっと若いよねぐらいでしかわからないんですけど、ハシビロコウはね、結構長生きをする鳥さんみたいで、近くの伊豆シャボテン公園さんにね、ビル君